しい女性の血はさぞかし私の体を潤してくれるだろうな。来ないで。何を恐れる。そなたは私に血を与えることで永久の命と美しさを手に入れることができるのだぞ。なあに簡単なことだ。そして私と共にこの世界に君臨しようではないか。鬼畜に落ちるぐらいなら私はこの手で自らの命を絶ちます。よかろう、うん、しかし何をもって鬼畜とするのか。私の存在そのものが鬼畜とするならば、それを欲しているこの世が、この時代の人間ども全てが鬼畜となるはずではないかね。私はこの世の希望法となるべきものであろう。そなたはそう思わん。伯爵様。なんだ。城内に癖者でございます。そうか、定めというものは楽しいものだな。どうやら邪魔が入ったようだ。それでは後ほどご機嫌うるわしゅう。